緊急事態宣言解除後、都内で初めてのクラスターの確認となります。Bonjour, c'est Rémi. Comment allez-vous? Moi, je suis un peu fatigué. 新型コロナウイルスがいつ終わるかな? Quand est-ce que ça va se terminer? でも、元気出して、このニュースを使って一つの言葉を勉強しましょう。新型コロナウイルスが流行り始めてから新しい言葉を聞きませんでしたか?例えば、今のニュースのクラスターという言葉です。フランスでもクラスターという言葉を使います。クラスター。クラスター。でも、外来語が苦手ない人は、foyer de contamination という言い方をします。foyer de contamination. foyer de contamination. foyer de contamination. これでまた外来語は増えましたね。皆さんは外来語の言葉は好きですか?嫌いですか?そういえば、外来語でなく日本語でクラスターという言葉はありますか?コメントに教えてください。Merci beaucoup! Et à bientôt! Au revoir!